だからまずね、自分の理想の状態ですよね、を明確にしてみて、ただその人に会った時に質問の魔術師になってください。皆さんがメンターっていうのはすごく本当にね強力です。本当に、うん、やっぱりこういう存在が近くにいるかいないかで全然心の安心とかも違うしね、これをやるとうまくいくとかこれをやるとうまくいかないっていうのを自分で構築していってほしいんですよ。で全部結局毎日の積み重ねだと思うんですよね。で僕がおすすめするのはねいくつかあるんですけども、まずは両親と和解ですよね。なぜって質問をしていった時に答えが出ないものっていうのは大抵自分の才能なんで、でこれセルフイメージを上げる究極的な方法だと思ってます。基本的には僕はね何か自分がね形になるまで情報をあんまり取らない方がいいと思う。自分がやっぱり限界を超えた出来事を行った瞬間にね人ってありえないくらい変わるんで、小さな習慣がいろんなところに出てくるんで、あのまずはね提供マインドになってください。本当に居心地の悪い空間にしか本当進化はない。